摂政とは、天皇が幼少期や病気などで政務を自ら行えない場合に、天皇に代わって政務を行う役職のことです。摂政は天皇の名において国事行為を行い、その権限は天皇と同等ですが、国政に関する権能は有しません。日本で最初の摂政は、飛鳥時代の聖徳太子、戸王です。聖徳太子は推古天皇を補佐するために、摂政に任じられました。平安時代には藤原氏が、摂政、関白の地位を独占し、藤原道長や、その子孫が世襲するようになりました。これが、摂関政治と呼ばれる政治体制です。鎌倉時代以降、摂政、関白の権威は次第に薄れ、江戸時代には形式的な存在となりました。それでも摂政、関白は、近衛家、高司家、九条家、二条家、一条家の五摂家が世襲することが続きました。現行の日本国憲法及び皇室典範においても、摂政の制度は規定されています。天皇が成年に達していない場合や、重病などで国事行為を行えない場合、皇室会議の儀により、摂政が任命されます。摂政には成年に達した皇族が就任し、皇太子、親王、皇后、皇太后、太后太后、内親王、女王の順序で選ばれます。現代では、大正天皇が病弱であったため、裕仁親王、後の昭和天皇が摂政を務めた事例があります。平成時代には、高齢のため天皇が退位し、成仁親王が新たに天皇となりましたが、摂政を置く案も検討されました。それでは、摂政を時系列で見ていきましょう。摂政制度の初期形態は飛鳥時代に遡ります。聖徳太子は推古天皇の下で、593年から622年まで摂政を務めました。彼は天皇の名の下で政治を行い、17条の憲法の制定や仏教の信仰など、多くの改革を実施しました。奈良時代には明確な摂政は存在せず、天皇が直接統治を行っていました。この時期は、律令制度の確立と、その運用が主な政治課題でした。平安時代に入ると、藤原氏が台頭し、摂政や関白の地位を独占するようになります。最初の非皇族の摂政は、藤原良房で、866年に、清和天皇の下で任命されました。彼は、幼少の天皇の摂政として政治を補佐し、藤原氏の権力基盤を確立しました。880年、藤原元恒は、幼勢天皇が即位すると、同時に摂政に任命されました。元恒は、天皇が成人した後も引き続き関白として、天皇を補佐し、政治を主導しました。この時期、藤原氏の権力は頂点に達し、摂関政治が確立されました。摂関政治の全盛期は、藤原道長、966年から1028年と、その子藤原頼通、992年から1074年の時代です。道長は4人の娘を、天皇や皇太子に嫁がせることで、外戚関係を強化し、権力を一手に握りました。道長の影響力は絶大で、この世をば、我が世と造門望月の、欠けたることもなしと思えば、と読んだ歌に、その権勢が現れています。頼通は、道長の権力を受け継ぎ、摂政、関白として政治を主導しました。彼の時代に平等院鳳凰堂が建立されるなど、文化的にも大きな影響を与えました。頼通の時代は、平安時代中期の最盛期を象徴しています。鎌倉時代には、摂政、関白の権力は弱まり、実権は幕府、将軍に移りました。摂政の役割は形式的なものとなり、天皇の儀礼的な補佐にとどまりました。室町時代には、摂政、関白の影響力が一部復活しましたが、依然として実権は将軍が握っていました。この時期の摂政の役割は限定的であり、政治的な影響力は限られていました。江戸時代においても、摂政の役割は形式的なものであり、実際の政治権力は幕府に集中していました。藤原氏の血統である近衛家、高司家、九条家、二条家、一条家の五摂家が摂政、関白を務め続けましたが、実質的な権力はほとんどありませんでした。明治維新後、近代的な憲法体制が整えられ、摂政制度も改められました。大正天皇が病弱であったため、1921年に、昭和天皇、当時の皇太子裕仁親王が摂政に就任し、天皇の職務を代行しました。平成時代には、昭仁天皇が、高齢のために上位が検討されました。
当初は摂政を置く案もありましたが、特例法により退位が認められました。現行の皇室典範では、天皇が成年に達しない場合や重大な病気や事故により国事行為ができない場合に摂政を置くことが規定されています。摂政は天皇の名で国事行為を行い、国政に関する権能は有しません。現在の天皇制度の下で摂政が設置された事例はまだありません。摂政制度は天皇制を補完し、天皇が不在や無能の場合でも国の統治が滞ることなく行われることを保障する役割を果たしてきました。特に平安時代においては、摂政、関白の地位を通じて藤原氏が政治を実質的に支配し、日本の貴族政治を形作る重要な役割を果たしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。